またなんか9月中にジャニーズから何らかの東から発表があるみたいなことを言われてるんですかね。株式会社ジャニーズ事務所が設立されたのは1975年1月。同社からは日本の芸能史に残る数々のスターが誕生し、それは今でも変わることはありません。ただジャニーズという名前を残している以上、企業のジャニーズ離れに歯止めは効かないですし、所属タレントにしてもみんな愛着はあるのかもしれませんが、今後の活動を考えると負担しかない。多くの著名人、指揮者もそれを言っている。まあ、でしょうね。ジャニーズである意味がないんですよね。東山新社長は会見で当初、社名を残すと明言しましたが、この状況を受け、早々に、早々に、前言撤回し、新体制並びに社名変更を発表する可能性が高いと言います。その方がいいですよ。新体制及び、社名、新社名の発表は、遅くとも、9月中と見られて、まあ、これから。なので、まあ、要は、ジャニーズはなくなるってことね。会見でね、失敗したことってやっぱりあるじゃないですか。まず、まあ、2つあるんじゃないですかね。まず、ジャニーズの名前変えないって言っちゃったこと。あと、まあ、代表取締役に、ジュリーさんがいるってことですよね。まあ、その方が、100% 株主で、代表取締役に残っている、まあ、その方がことが早く進むって言い方ですが、いやでもやっぱり代表取締役に残っている以上はその企業はもう逃げますよ。それはあとジャニーズっていう名前が残っている以上は、まあ、製菓会社の名前がついてるっていうことなんでね、それはしょうがないですよねと思いますけどね。僕はでも思うのはジャニーズの名前変更だけじゃダメだと思いますよ。新会社を作る、ジャニーズ残してもいいから別な会社を、作ると、マネジメントだけの会社を作る、まあ、それは東さんが社長でね、ジャニーズの方はジュリーさんが社長で、そっちは保証する会社ですかね。それがもう過去のコンテンツとか、まあ、保証とかする会社で、マネジメントは別会社で作って、別会社は、まあ、東でも、命でもいいんですが社長やって、そっちに全タレントさん移す、それが一番いいと思いますけどね。全く違いますよ、資本も違いますよって話にしちゃうんですよね。自分らで金出し合って会社作りゃいいんじゃないですか。それは東なり命なりキムタクなりが お金持ってんでしょうから、1000万ぐらいすぐ集まんでしょうから、作っちゃえばいいじゃんと僕はそこを思いますけどね。結構ジャニーズえぐいことやってんですよね。芋沢さんっていう人が言ってたのだと、ジャニーズから内容証明が送られて来るとか、まあ今最近マスコミはジャニーズ叩きがものすごい加速してるんで、ジャニーズから内容証明が送られてきたとかね、個人の家にね、いやだから恐怖を感じる。要は恐怖を覚えさせてジャニーズにの不利な記事を書かせないようにさせるっていうのをよく昔からやってたらしいっすよね。まあだからヤクザですよね。あとタレントとの契約が事務所 75%、タレント 25% だったらスマップだったらスマップ5人とかいるじゃないですか。それだからメンバーでその 25% を分けるらしいです。だから1人 5% ぐらいとか、もっと多いジャニーズいますよね。もっと取り分が減る。でもジャニーズは 75% 取るとかね。かなりすごいえぐい取り分だなと思います。半々じゃないんだと思う。25% 相当低いっすよ。あんな矢面立たされて。きついなと思いますけどね。なんか契約書の中に太陽系すべてに適用するって、全世界だけじゃなくて太陽系すべてにこの帰属する権利が、要はジャニーズの影響力は太陽系すべてになると、かなりね壮大な話をされてたりとか ね狂ってるなと思う。タレントさん本当に移してジャニーズは一回潰した方がいいと思う。潰すというかもう保証に当てる会社にして、そっちは早々と解決した方がいいと思いますよね。保証を訴えてくるのっていうのは当事者の会とかそこら辺なんでしょうから、あそこが団体組んでバックにいろんな人がついていれば結構めんどくさい話になってくと思うんで、ジャニーズ事務所自体で対応するのっていうのはかなりめんどくさいし時間もかかる作業だと思うから、そこを解決しない限りタレントの活動ができないってなると本当かわいそうなので、もうそうすると本当にタレントみんな辞めてどっか移籍するって話になっちゃうから、早々に早い別会社を作った方が僕はいいと思いますけど。あとなんかマッチがなんか言ってんですよね。時間来たら喋る、いつかお話しさせていただく、いろいろ僕もそういう質問になるだろうなと思っていましたが、今日のところはまたいつかお話しさせていただきますので、すいませんというふうに、まあ、多くのコメントは今言えよとか
金屏風のっていうような明菜事件で、この前僕明菜の特集見たんですよ。ベスト10で明菜が出てるやつを BS で見たんですが、いや、やっぱすごいですよ。当時の明菜はもうものすごいカリスマ性があってすごいなと。で、才能を奪ったのがマッチですからね。こういうね、SNS がない時代なんで叩かれることもそんなになかったけど、まあやってることはひどいですよ、メリーさんとかね。ま、うん、アキナの人生をボロボロに、ズタボロにしたわけですから、そこら辺の罪はね、いつ償うんだろうなと思ったりします。だから、アキナ事件の方を僕はもう少し、クローズアップしてほしいなと思いますけどね。